皆さん、じゃあ出るぜ。私の番ですね。来てみろ。やってみろ。 でもこれで無事ショーができ、そういえば自己紹介、俺は春日だ、この子たちを連れて、でも私も初めて、まあそうだか、そうです、大丈夫で、じゃあ俺は行くぜ、やれやれ、あのサーカスだ。 Yeah!
さっさと。いや、でも。あ、なく。大丈夫。それなりに。いや、そうです。一応。そう、じゃあ俺。やれやれ。今度は違う動物。 痛いよ。俺の番だな。よっしゃ。
動きが止まったか。安田団長捕まえました。ちょっと、しかし、おい、見たか。これってさ、手相。どうしよう。また、ちょっと、おい。なんちょっと俺の気持ち。頼むから、こんな。はい。あ、ここは長いこと普通の。安田が、どれも、すり、私は、そこ、ぜひ。はい、いや、俺の、いやいや、まあ、いや。
いらっしゃいませ。 いただきます。 ごちそうさまでした。 ありがとうございました。 出番だな。
どうも春日さん。ここはなかなか居心地のいい店ですね。ああ、さす。お。あなたは不思議な人ですよ、春日さん。孫妃もあなたのことをたよく私がそうか。それまでは人軍派という組織にいました。私はそのリーダーの影武者だったわけです。影武者ってと替え玉のことだよな。本物そっくりの。ええ、主が敵対組織に狙われた時には身代わりで殺される。それが役割です。今時そんなのが本当にいるんだな。ってことはあんたの今の顔は作り物の顔です。大掛かりな整形手術を受けました。自前の顔もハンサムでしたけどね。しかしもはや写真すら存在しません。へえ。かっこよく言えばそう。となると本名も半純義じゃないわけだよな。本当の名前は何てんだ。まだそこまでの仲じゃないでしょう、私たちは。だから名前を呼び合う、うん、神春日さんは元登場会ですよね。なのに神言派をご存じないとは。無所暮らしが長かったもんでね。神言派が登場会とやり合っていたのは1980年頃。あなたが刑に服すずっと前です。80年頃って40年前か。俺はまだ赤ん坊に毛が生えたようなもんだぜ。私はまだ生まれてもいませんでした。ですがその時に神言派は登場会に襲われ、ほとんど皆殺しにされた。30人ほどがね。 30? 当時のカムロ町はアジア最大の町でした。その島をめぐる抗争は激烈だったと聞いています。そして登場会はあまりに強く凶暴性をむき出しにしていた。だからって30人も。報復のため韓国の神言派本部はさらなる構成員を断続的に日本へ送り込みました。がそのいずれも登場会の牙城を崩せず、しかしだからといって結果に、そんな者たちの一人がなら、ええ、かといって日本で歓迎された記憶はありませんがね。さらに言えば仇の在日コミュニティからも受け入れられませんでした。うち、そんな我々のことを端的に言えばはぐれ神言派といったとこ。はぐれ神言派か。倒したら高い経験値が。ああ、なあ。ではいつか一緒に。およ。そんでそのはぐれ神言派はその後。私が二十歳になった頃、ただし私。なるほどな、ね、今あで神言派の大攻勢ってのはどうなったんだい。長い時間をかけて計画されていましたが、結局皮肉惨めなものでしたよ。苦労したみたいだな、あんた。見た目チャラい割に。それそのようで楽しいおさ。あんたがかかれば頭に。そうだ。ん、よっしゃ、歌うぜ。
さ、そこのローズブロッサムって結構有名なキャバクラなんだよ。こんなとこにあったのか。へえ、最近こういう店行けてなかったし、キャバクラに飢えてたんだよな。私キャバクラのママなんですけど。それはそれ、これはこれだ。大地、お前ずっと素じゃねえか。なんであんたら相手にビジネスモードにならなきゃいけないのよ。まあまあ、さっちゃんのビジネスモードも見てみたい気がするが、それはそれとして、後でこの店みんなで行ってみるか。本当か？自慢じゃねえか。金ならないぞ。誘っておいて払わせるなんてやぼなことはしねえよ。よっしゃ、春日が神に見えるぜ。私は行かないわよ。オフの時までキャバクラにいるつもりないし、うちの店抜けたことがいたら気まずいし、どっかで時間潰してるから私に構わず、 行く時は男たちで楽しんでらっしゃいな。そうか、気使ってくれてありがとよ。楽しみだな。どんな子いるかな。ブレねえな、足立さん。飲みすぎました。
き添えになってきた仲間あんたにあんたの予想確たる根拠どうそれを言う私を殺そうとしているかそれはもちろんも。いえ。
ただいま。そいつこれでやさ。 どうしてだ。不審者はですが、つまりだとすれば。
Yeah!
マスター、このグラスなんだよ。誰も飲まねえなら俺せこいこと言うんじゃねえよ。ったく半純義、急に店を出てってな。呼び出された。そういやなあマスター、ああ分かった、頼んだ酒も飲まねえでよ。慌ててどこ行くんだい半純義。自分で言ってては気づくだが、そうかすがしかも一人へえ。なんだよここって。ええ、どう、実を言うと目が回る。ちょっとしんどいな。酔いが回ってますね。もう卵いぜ。行くぞ。おお、熱いですね。かかって、苦しむがいい。ほら回る。すっきりしましたね。私の番です。セーリア。セーリア。上がりますね。
春日さん油断なさらねえもう十分だろうさてどうでしょうねキムヨンスにそんな真似はできん顔形だけの半純に半端者だボスが死んだ時もカムロ町で逃げるしかなかったそしてどうなんだ言い訳してみろ何のための影武者だった確かに私は役立たずとしかし今私が半純義でいる理由はあなた方のためなんですよ何だと話してみろよ半純義が殺され組織が壊滅したあの日それからあなた方はどこで何をしていました よあなたにはご迷惑をおかけしましたさっきの連中はええ小見次郎を足場にいずれは自立真面目この姿は冗談自分あなたよっしゃ歌うぜどちらまで行かれますか？そうですか。何か。それで、何か。いかがでしょうか。お疲れ様でした。どちらまで行かれますか？そうですか。
らっしゃいませ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。入ってくれ。高部の頭から会長と差しで話してもいいと許しをもらいました。ああ、聞いてるよ。今日お前らが何をしてきたのかも全部な。よくやってくれた。今俺がこうしてられんのもお前らのおかげで。清流会は無事だったんで。無事とは言わん。組の二三割の人間が家を出て近江の側に着いた。残ったもんにもわだかまりが残ってる。偉人町の三宿半貧流満の長は孫妃に総帥の座を譲ると言ってました。それも聞いてる。そう遠くない未来、いずれこの町のグレーゾーンにしだが、御土地はかな、この家よく幹事長の妻このだから。解散総選挙、バカな総理ですが、私にはあの人よりも総理、今総選挙何か民どんはそおぎ答えにくい。私を幹事長にした上で解散総選挙、現世奈良をどこかに肉の壁を崩した、それをやれ。いや、春日、今お前がそう思うよ。はい。だがいつ会長はこれを誰が俺に持たせたか知ってる。ああ、その偽札を持っていることができた人間はこの世にただ一人。誰なんです。あら、おい、だがそもし俺の別の動き、それ一体。そうか会長、だがその話をするのに平安楼、俺とあら北京で明日のら、
なあ。ああ。お？うん。うん。おう。なあ。村長、ん？うちの相棒があの日面白かった。そうか、分かった。話してもいい。どうせもう潮時だろうからな。潮時？ああ、ここで起きてって死体のそれくわ俺がここしゅな俺がただし死ぬ自分を借金そういもちろんだからじゃあおそういう荒川組のもんだろうがそいつそしてすまねえな一死んでくれ頼んだぞえ一なんだ今のんおやさん多分頼んだぞ一ってなんだそれいや確かに言ってたんだよ一番希望を持つなとは言わねえお前がちょっとお前かいんいや